こんにちは、デリッシュキッチンです。食パンでブッシュドノエルを作ります。食パン4枚は耳を切り落とし、綿棒で伸ばします。いちごジャム 50g を薄く塗り、手前から奥にきつく巻いていきましょう。巻き終わりを下にしておき、同様に繰り返します。4枚巻き終わったらラップで包んでおきましょう。チョコレートクリームを作ります。チョコレート 35g をボウルに割り入れ、ラップをし、600ワットのレンジで30秒溶けるまで加熱します。よく混ぜ、生クリーム 100cc を 2,3 回に分けて加え、その都度混ぜましょう。柔らかい角が立つまで泡立てます。食パンの片側を少し斜めに切り、チョコクリームを塗ります。切り落とした部分を乗せてチョコクリームを塗りましょう。フォークで筋をつけ、器にのせ、粉糖を振ったら完成です。ぜひお試しください。